厚木毛カビ目、エンドガナリーズは厚木毛カビエンドゴネなどが属する新菌の目であり、かつては接合菌門接合菌鉱に属していた。接合菌類中で数少ない古実体を形成するものとして知られている。古実体は球形に近いライン型で直径数ミリメートル程度である。土壌中や苔の間、時には倒木などで見出される。 表面は不規則に絡まった菌糸に覆われ、その内部に胞子の集まりを含む。この胞子は実際には接合胞子脳であり、球形か楕円型で厚い壁を持っている。この類は培養法が十分に判明しておらず、そのため研究が進んでいない。種として土壌中、あるいは苔の間などに見られる。菌糸がよく発達する菌糸体を作り、一部は 樹木の根に外生金根を形成するなどの共生関係を持っているとされる。法子脳の形成は確認されていない。子実体の中に接合法子脳を形成する。接合法子脳は同型の配偶子脳の接合によって生じ、接合部から出芽するようにして接合法子脳が形成される。接合法子脳が形成されることから、接合金門接合金庫であるとみなされ。 当初は、ケカビ目、厚木ケカビ科に、その他の属と共にまとめられた。また、その当時の厚木ケカビ属には後に、グロムス属やモーディチェラに移されたものも含まれていた。その後、グロムス系の菌類については、研究法の進歩により多くの種が見出され、古実体を形成しないものも発見され、それらもこの群に所属させた。また、その自然界における重要性が判明するにつれ、 多くの注目を引くことになった。そのため1980年代から1990年代にかけて一時的にこの軍の種数が大いに増え、多数の論文が出ることになった。しかし、それらが独立軍であると認められて抜けた後には相変わらず、よくわかっていない将軍だけが残ったというのが現状である。現在のこの軍には、接合奉仕のみを形成する種のみが含まれ、 不正菌化高等植物に外生菌根を形成する。ごく一部については菌子までの培養に成功している。現在、この目に所属しているのは、厚木ケカビエンドモネ、テリディオスパー、スクローラガン、ユウンオマイセス、デンソスパーの5つで、すべて厚木ケカビカエンドグナッチにまとめる。全部で30種近くが知られ、そのうち20種は厚木ケカビ族である。 接合金類のその他の群との関係もあまり、はっきりしないが、近年、ケカビ目に含まれていた、クセレケカビ類が、実は、他のケカビ類とは、系統が異なり、むしろ、厚木ケカビと禁煙であるらしいと言われるようになった。ありがとうございます。